自分であれって思ったもん。あ、さっき村上さんやないですか。久々。こんばんは。この枠40分までの配信になりますので、よろしくお願いいたします。これからね、友達ん家から帰ろうかなと思っていて、ラジオ配信になります。よろしくお願いします。ギタンショちゃん、エキュリアウシ、こんばんは。あざます。警備員さんもこんばんは。ありがとうございます。リビドラさん、2800回訪問。すげえ。2800回訪問、ありがとうございます。そうだ、もう終わったんだ。そうそうそう。ほんとさっきまで、でも配信があるから何時までぐらいだったらいいよーっていうのもあったんだけど、まあ、友達。でもさ、9時ぐらいにも、9時半ぐらいにはさ、喋っててさ、かつしちゃんこんばんは。ありがとうございます。ケビンちゃんファレベルアップ、ありがとうございます。ミャワソン、ポーポー。ポーポーとは、急に。そうそうそう。もう終わりますよ、さすがに。マジでね、くだらない話でもね、相談乗るからね、私。偉いよね。ありがとうございます。皆さん、たくさんの応援、ご協力。この枠40分まで配信したいと思いますので、よろしくお願いします。てっちゃん、こんばんは。あざます。めっちゃ暗いね。明日配信あんのかな、じゃない。今日さ、雨降んのかなーって思ってたら、雨降らなかったよね。キャプテンクルさん、こんばんは。ありがとうございます。相手にとってありがたいだろうね。そうなのかなー。こんな私に相談をしてくれるなんて、私は友達と思ってもらえるだけですごい嬉しい。自称友達少ないでやってるからさ 自称私友達少ないでやってるから、ちょっとトイレ行きたいからトイレ行くわ。コンビニ寄ったからさ、トイレ行くわ。ちょっとトイレ行くだけちょっとミュートにさせていただきます。キャプテンクロさん、こんばんは。皆さん、ラジオ配信にもかかわらず来てくださってありがとうございます。少々お待ちを。
よいしょ。ペンピンソクちゃん、マサトンちゃん、ネオフィちゃん、ピーちゃん、こんばんは。お月様です。外涼しくなったね。めっちゃ外がめっちゃ涼しい。なんか今日雨降るとか言ってたけど、全然雨降らんかったね。雨降りそうなだけか。メンピンソクちゃん、ソフト、マサトンちゃん、こんばんは。ちょっと散歩しよう。暗闇散歩。外気持ちいい。外にいればなんかエアコンいらんね。室内だとちょっとエアコンいるけどさ、外だといらんね、あんまり。いいね。早くもうちょっと涼しくなってほしいな。昼間とかも結構秋服冬服好きなんで、私服的にファッション的に秋服と冬服が結構好きで、夜めっちゃ涼しくなったよね。昼間めっちゃ暑いのに夜めっちゃ涼しくなった。本当にありがたい。カラオケ流しとこう、怖いから。アイドルとか流しとこう。虫の声がすごい。うるさいな。 BGM としてちょっと流させていただきます。明日の配信でこのイベントが終わるので、すぐを救いたいなと。中村アンド、明日も夜はラジオ配信。いや、明日ラジオ配信じゃないよ。普通に明日配信しますよ、ちゃんと。今日だけ。はい、ゆーい。誰も覚めを覚えてくる君は、キュ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 な愛で、歌っちゃうよね、音楽のラジオと。てちゃん、タコチュー、ギフティング、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ここに、喋ります。難しいよね、普通に歌うと。なんかエコーとかそういう、なんていうの、機械音みたいなのがないと歌えないと思う。なんかパフュームみたいな感じ。ピーちゃんこれで歌うと、ありがとう。パフュームみたいな感じで歌うとマジで無理やと思う、一人じゃ。誰かに愛されたことを、誰かのこと、カラオケ行きたいね。またカラオケでおとなし90点超え。
90点超えるまで帰れま点からかになる。意外に90点超えてるからとか、いまだにね、まだクリアしてくからね。てぃちゃん50カントありがとう。あおちゃんさん、久々。こんにちは。こんばんは。あざます。マジ涼しい。なんか鈴虫の音が鳴ってると夏の終わりって感じするわ。本当にたくさんにみょんぷちゅっちゅありがとう。あんま歌ってないのにアニメ音符くださってありがとうございます。セミはなんだっけ、なんか鳴くよね。なんだっけ、アブラゼミじゃなくて、なんだっけ、アブラゼミじゃなくてミミゼミじゃなくてツクツク胞子か。ツクツク胞子が鳴くとさ、実は今日誕生日でした、祝ってほしいです。祝ってほしいだと、私にか、なんだと。じゃあ祝ったらなんかもらえますか。あ、日暮らしか。祝ったらなんかもらえますか、私。あおちゃんからおめでとう、99歳おめでとう。ナイスお誕生日。ナイスお誕生日。何歳になったんだろう。年齢は聞いちゃいけないんだよ。おめでとうございます、お誕生日。今日誕生日。おお、間に合ってよかったね。間に合ってよかったよ。てか逆に。マジ涼しい。今日。ギフトくれるんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ヨフィちゃんセミコースをしない関東司会者ありがとう。まだ暑い日続くのかな。すっごい嫌なんだけど、暑い日続くとかだったら。ああ。アイスって年中食べたいよね。夏よく食べるけど、結局アイスは年中食べたい。最近は好きなアイスはスイカバーもそうなんだけど、スイカはしっかりなんだけど、あのハーゲンダッツの高級おアイスのハーゲンダッツの、あのなんだっけ、あのサンド、ハーゲンダッツのサンドが好き。キャラメルのサンドがすごい好きです。私は大滝さんより10個上です。ありがとうございます。ありがとうございます。10個上ギフティング、ありがとうございます。期待してます。いい、マジかよ。あおちゃん、あおちゃんからなんとくまちゃんいただきました。あおちゃん、くまちゃん、ありがとう。あおちゃんからなんとなんとくまちゃんいただきました、ギフティング、ありがとう。マジ助かる。ティーちゃんも一尺玉ありがとう、ギフティング。おすしむストリートさんもつたきさまです、ありがとう。金魚ギフト、ギフティング、ご協力ありがとうございます。あおちゃんも
ありがとうハートズッキュンハートギフトギフティングあおちゃんからギフティングいただきました。ありがとう。ガチビ頑張ってね。ありがとう。あと1日なんですけどね、頑張りますよ。最後に巻き返せると思ってるので、私はどんなポイント差でも絶対に巻き返せないことはないと思っているので。ありがとうみんな。あ、アイさんこんばんは。ありがとうございます。ありがとう。麦わらの帽子の君が揺れた。今タキちゃんズラッキーセブンですね。ありがとう。え、シューウィズちゃんこんばんは。見て、あゆぬまっこに会ってきたよ。シュウビシュウビちゃんこんばんは。見て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 、あゆぬまっこに会ってきたよ。おい、あゆぬまっこってなんやねんって言っといたよ。もこんさんファンレベルアップ、ありがとう。こんばんは。しのすけさんいいフォローありがとうございます。こんばんは。ありがとう。しのすけさん、はじめましてかな。おったけりやっています、よろしくお願いします。 Thank you。見たいよでしょ。マジタイムリーすぎて草。あゆむまっこって誰が名前つけたのっつったらわしやっつってたよ。私だけどって。今回のバスケのワールドカップみたいに逆転勝利、逆転勝利したい。あおちゃんぜひ力になってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。あおちゃんもぜひご協力していただけると嬉しいです。そしてお誕生日おめでとうございます。残り20分じゃねえ、残り40分、自分の誕生日せっかくなんでパリピしてください。スノスノさん、ハッシュタグタキチャンズ8人目8、カンジャニ8。なんか今日新潟周りにいたらさ、なにわ男子がすごいいっぱいいた。なにわ男子がいっぱいいたわけじゃなくて、なにわ男子のファンがめっちゃいた。なにわ男子ファンだらけやったよ。あったあんな声がしたくて、こんなはずじゃなくて、シュンとなってキュンとなって、うぶたね磁石みたいにまたくっついて離れて、 Oh my god、 Oh my god、 恋は無駄じゃないさ、なななだだだだだだだ。ありがとう。みんなご協力ありがとう。え、あおちゃんパワーありがとう。プープーギフトめっちゃ嬉しい。ギフティングありがとうございます。くまちゃんパワー特別プープーギフト、ギフティングご協力ありがとう。え、しゅういちゃんも花火ギフト、たんまやーって一尺玉ギフティング、皆さんご協力ありがとうございます。ギフティングすごいありがとう、本当に嬉しい。この枠残り20分です。もう半分過ぎたんや、早すぎ。わっ、なんか最近ほらなんだっけ、最近さなんだっけ、おしっこの病気、あ、膀胱炎、膀胱炎気味でさ、ネオフィちゃんファンレベルアップありがとう。膀胱炎気味でまたトイレ行きたくなってきた。あこしやっほー、こんばんは。ありがとうねみんな、本当にポイント応援ご協力してくださった皆さんありがとうございます。マジまたトイレ行きたい、ちょっとトイレ行ってくる。ごめんみんな、トイレが早くて、ハルンケア飲むね。
なんかスーパー近くにスーパーもあったからスーパーの方のトイレ、ちょっとコンビニのトイレ寄るの恥ずかしかったからスーパーのトイレ行ったらスーパーめっちゃギャルだらけだった。怖かった。自分もギャルだけど、自分もギャルとして行きたいと思ってたけど。メンピンソクちゃんファニベルアップありがとう。あおちゃんハッシュタグタキちゃんズレベル10、ハッシュタグタキちゃんズ9人目ありがとう。かちゃんただいま。なんかさ、トイレ行きたい、トイレ行きたいってなるんだけど、結局さスパンがさ早いわけじゃん。だから全然さちょっと出なかった。ひろこちゃんファネベルアップありがとう。みかんさん初プスありがとう。みんぴーそくちゃんフルフルフル、ウルコーチをしに行かんとせてありがとう。やるっていうか、なんかメンヘラみたいな集まりがすごすぎて怖かったです。はい、なにわのファンかな、なにわファンかな、なにわファン。たくちゃんファネベルアップありがとう。ギャルだらけやったよ、怖かったよ、ちょっとシュンってなったもん。もう一曲ぐらい流そうかな。間違えた。太郎ちゃんとね、久々お出かけは久々した。会ってたわだけどね、太郎ちゃんとは卒業コンサートで会ってるからそこまで久々って感じじゃなかったんだけど、遊ぶのは久々なんだけど、マジで伸びがさあれやからさ。トリルコさん、つたき様です。ありがとうみんな、Thank you. マジで。夏の大三角形の歌歌ってるけど、夏の大三角形全然見てないの。デレブ・アルタイル・ベガ、かっこいい名前っすよね。自分の星欲しいな。あ、ちょっと今ダジャレみたいなこと言っちゃったけど、自分がさ、最初に見つけた星は名付けられるみたいな説あるじゃないですか。もし見つけたらなんてつけようかな。タキちゃんズにしようかな。星の名前、タキちゃんズ。可愛くない？旅人さん、タキ様に。ありがとう、皆さん。すごいよね。
いこれカラオケで歌ったら 95.8 点8何みたいに出てほぼ96点だったよ。初めて精密採点のあのやつで96まで取れたかもしれない。最高で95までは取ったことあるんだけど初めて取れた。え、てっちゃんからアニメオプチュッチュギフティングありがとう。初めて、あ、95超えたのは2、3回でもあるけど96まで近づいたのは初めてかな。私あんまりねカラオケの採点向きの歌い方しないんですよ。結構アレンジ聞いちゃうから歌い方のアレンジとかしちゃうから。もうちょっとでさ訪問回数500回、5000回になるってことはもう配信して5000回になるね。もうちょっとであと15回。すごい、5000回も配信してんの約5年で。1日1回レベルじゃないのね、もはや。そう考える。1日3回レベル、1日2、3回レベルで配信してる。たぬきちちゃん1週と星投げ50パント、ありがとう。プチプチお見せっち、おかしいよね、わかってたのに君は知らない、育てない秘密。秀村さんこんばんは。1000回は超えてると思う。マジ？5000超えてる？嘘やん。マジかよ。え、キーナ。すごいね。ありがとうございます。こちらアニメギフティングありがとう。そう、アニメギフティングありがとうございます。ちょっと待ってね。よっしょー、ごめんなさいね。もう5000回は超えてんのか。なんならさ、すごいね。今言うとさ、コロナになってた時って結構本当に時間あったのね。だからコロナになってた時にマジで配信 しとけばよかったなって思った。本当にやることなさすぎて、コロナの時ホテル療養だったんだけど、だから YouTube は撮ってたじゃないですか、一応1日目2日目とか。だからそれ以外本当にやることなくて、なぜか知らないけど YouTube のになって YouTube 撮ったりしてて、配信できたらいいのになって思いながらずっとあのオリンピック見てましたね。オリンピックのよくわかんない競技見てた。すごい自転車、室内自転車競技みたいなの見て、一人が転んだら後ろのみんな転ぶみたいな、すごい過酷な競技でしたね。今何時や？あと5分。
りごと喋って、携帯に向かって独り言喋ってる女、通報されないよね、やめて、通報はしないで、ただあの夕涼みしてるだけなんで、一人で一人で夕涼みしてるだけなんで、通報だけは勘弁してください、お願いします。皆さんガチベ、6日目ですね。6日目もたくさんの応援ご協力本当にありがとうございます。ポイント応援すごく助かります。今週来週と2回連続2週連続でガチイベなんですけども、来週は CM ナレーションのイベントに明後日からですね参加させていただきます。そちらもねガチで CM ナレーションというまだやったことないお仕事なのでね、未知の世界なんですけど、もしかしたらナレーションという道が開くかもしれないので頑張りたいです。今日は顔出しはね、あの2枠したんですよ。顔出し1枠目と2枠目は顔出し出たんで、1枠目と2枠目来てくれたら顔見れたんですけど、3枠目はちょっと顔出しできませんでした、すいません。なので1枠目全部どの枠も来てくれないと顔見れないです。亀吉ちゃん一周プチプチお店設置をしないかんと、ありがとうございます。ぜひね全部の枠に来てくれると嬉しいなと思います。てへ、お顔が見たかったらぜひ全部の枠来てください、お願いします。ずずしい女聞こえてる？この配信今大丈夫かな、聞こえてるかな、どうだろう、あ、聞こえてる、あ、よかったよかった。明日の配信は、12時と18時と21時、12時と18時が30分枠、そして21時の最終日の最終枠、明日で最終日なんですよ、この枠、このイベントなのでね、最終日の最終枠は1時間配信させていただきます。泣いても笑っても最後、最後まで絶対1位を諦めずに目指していきたいなと思います。よろしくお願いします。ではお先に男女発表します。13位がネバフィーちゃん、ありがとうございます。12位ターボーちゃん、ありがとうございます。11位高杉ちゃん、ありがとうございます。10位ガッちゃん、ありがとうございます。9位イオリちゃん、ありがとうございます。8位がトンピーマンちゃん、ありがとうございます。7位メンピンソクちゃん、ありがとうございます。6位スノースノーさん、ありがとうございます。5位チュンボーさん、ありがとうございます。4位ハコーシー、ありがとうございます。3位タックちゃん、ありがとうございます。2位テッちゃん、ありがとうございます。そして1位がハッピーバースデーあおちゃん、1位ありがとう、たくさんの応援ご協力ありがとうございます。ひるさんこんばんは、50カントありがとうございます。みんなありがとう。あおちゃんは今日誕生日なので、皆さんよかったらおめでとうって言ってあげてください。みんなでおめでとうしましょう。あおちゃん誕生日おめでとう、素敵な日々を毎日過ごしてください。何があってもへこたれないという子がいますからね。私は何かあったらへこたれる人生ですが、ちっちゃなことでもしょぼんとなってしまう人間ですが、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうみんな。ではこの枠終わりたいと思います。星内館とギフトポイントご協力ありがとうございました。明日も全力で配信させていただきますので、よろしくお願いします。ネオフィちゃんおつたき様でした。皆さんおつたき様でした。この枠もありがとうございました。みんなありがとうね、また明日、ありがとう。おつたきおやすみなさい、また明日お昼にお会いしましょう。頑張ろう、頑張るぞ、えいえい、えい。